昨夜遅く名古屋市の路上で会社員の男性2人が刺され死亡しました。逮捕された男は被害者の家の向かい側に住んでいて、以前からトラブルがあったとみられています。名古屋市の住宅街、行く手にはパトカー複数台と大勢の警察官が集まっていた。道路で何者かが刃物で人を刺している。人が血だらけで倒れている。通報を受けた警察官が駆けつけた際の別の角度から撮影した現場の様子。停車したパトカーのヘッドライトの先に血を流す男性が倒れている。警察官の指示で周囲にいた人は遠ざけられた。喧嘩の声が聞こえたので、喧嘩かなと思って外に覗いたんです、うん、そしたらまあなんかちょっとこう もみ合いをしてた。2人がくっついてなんか喧嘩取っ組み合いみたいな感じでやってて、でも振り返った時は血だらけだった。路上では他にもう一人の男性が刃物で刺されていて、いずれも死亡が確認された。二人は同じ会社の同僚だという。一方、刺した男は現場から逃走したため、警察が緊急配備を敷いて行方を追った。先ほどこの付近で刃物を使用した事件が発生いたしました。周辺の学校では登校見合わせを検討する中、今朝早く殺人の疑いで近くに住む佐藤俊彦容疑者が逮捕された。実は被害者である赤松さんと佐藤容疑者の自宅は通りを挟んで向かい合っていることが分かった。ヘッドライトが要はマンションのベランダに向かっとるもんで、なんか通るとパカーッ光るんだって。また明るいんだそれが。夜間でも頻繁に光っていたとされる容疑者宅からのライト。他にも佐藤容疑者宅に住み着いた20匹ほどの猫をめぐって近所でトラブルになっていたという。こうしたことが関係したかどうかは分かっていないが、昨日夜被害者2人は一緒に佐藤容疑者の自宅を訪れ、その後事件に巻き込まれたとみられている。